サワディーカップ。こんにちは、RPC のぶです。今日はこちらのハードディスク、突然ですがこちらのハードディスクがですね、全く認識しなくなったみたいで、ハードディスクをちょっと分解して中身だけ取り出してちゃんと認識するか確認していきたいと思います。ということで早速分解開始です。こちらのハードディスクですけれど、 IO データの品番がですねちょっと消えかけて見づらいんですけれど、 HDPC-UT1、 容量としては 1TB のハードディスクです。このハードディスクなんですが、ケーブルこちらですが、こちらのケーブルを挿しても認識しません。そしてこのケーブルの方の不具合っていうのは一応確認していて、こちらと同じものでこのケーブルを使って確認したところ、同じハードディスクは認識したので、ケーブルは問題ありません。こちらのこの箱から先が問題っていうことになっております。なのでこちらをまず分解して中のハードディスクを取り出してあげればおそらく大丈夫かなと思ってるんですが、やってみないと何とも言えないので、とりあえず進めていきたいと思います。ちなみにこのハードディスク、僕のものではないんですけれど、ハードディスクのケース自体は壊れても大丈夫だということで、中のデータさえ取り出してもらえれば問題ないということでお預かりしている代物です。それではちょっと見ていきたいと思います。このハードディスク、爪がですね12箇所あるみたいで、結構ありますよね。そして基本的にその爪が見えているわけではなく、こういった薄い、なんて言うんですか、もうカパッとはまってるような感じですね。なのでここを外したら取れるっていうようなものはありません。なのでゆっくりとドライバーか何かでやっていくしかないかと思います。指の爪とかでやっていけばいいんでしょうか。ちょっとした小道具でこういったピック状のものがあるんで、こちらでちょっとクイックイッと開けていきたいと思います。ここの USB を挿すところ、このあたりが硬いみたいなので、この一番離れたところから行ってみましょうか。このあたりから行ってみたいと思います。壊れてもいいと言いながら、できればある程度壊れない形で残せたらいいかなとは思ってますが、これは難しいか。結構硬いですね。開かないですね。広がらないな、しかも。ちょっとドライバーが刺さりました。でも刺さったはいいですが、これ以上隙間にドライバーが刺さったんですが、かといって広がる様子もなく、よいしょ、ちょっと浮いたかな。ここでちょっとずつ浮いてきましたね。ちょっとこう隙間が大きくなりました。なんかパカって爪が、うっすらと基板がちょっと顔を出しましたが、こっち側がコネクタ部分だからか、よいしょよいしょ、こっち入らないな全然。だいぶ浮いてきましたね。こんな感じですね。徐々に浮いてきております。なんか爪が一個外れた。後ろも剥がれた。剥がれてきた。一気に剥がれてきた。
パキッてちょっと行き、ああ、爪が。剥がれましたー。パカーン。爪が、一応、ちょっと欠けた感がありますが、これでもこれ青いのだからこっちか。大丈夫そうですね。爪も残ってます。はい。ハードディスク、取り出せました。僕の予想ではもうこいつがおかしくなってるだけで、このハードディスク自体は生きてるのかなと思うので、このハードディスクを取り出せばいけるのかなと思います。とりあえずもう一踏ん張りかな。パコってちょっと外れた。よいしょ。パコパコパコ。これはまってるだけなのか。よいしょ。お、外れてきた、外れてきた。よいしょ。お、外れた。はい。ケースから分裂されました。ただの箱とハードディスクとこの前の基板の部分ですね。この基板、よいしょ。外して刺さってるだけなので、よいしょ、外れた。外れました。ハードディスク。これで、これが読み取れるかどうかっていうのを確認ですね。きっと、もうこいつがダメになってるだけだと思うんですが、こいつちょっと確認してみます。今こういうハードディスクを外付け USB につけるものを持ってないので、以前持ってたんですが、故障してそれ以来持ってないんですが、今こちらのドライブに使ってたものを直接こちらにつなぎ替えました。振動はしてるんで、ハードディスク自体は死んでなさそうなんですが、中身確認してみます。バッチリ大丈夫ですね。この F ドライブで認識してるのがそれですね。ちょっと中身今見ましたが、僕の見覚えのない他のドライブのやつなので、こちらで大丈夫そうです。なのでこのままこちら全く同じハードディスクをお借りしてるので、こちらにコピーを取ります。はい。今の外付けのハードディスクがこちらですね。こちらも外付けですが、こちらにコピーして、無事データ復旧です。そしてこちらがおかしくなってる基板の方をズームしたものになりますが、どこがダメになってるんでしょうか。どこかがショートしたりしてるようなものなんでしょうかね。ちょっと見た目にはわかりませんが、どこかが故障しているんだと思われます。ということで、こちらのハードディスク、うまく分解できて、綺麗に分解できましたね。そして、こちら、データうまく取れ出せました。無事、データ救出完了です。そして、こちら、この基板の部分がやっぱりおかしかったですね。ケースがおかしくて、ハードディスクが認識しないわけはないんで、このまま接続して、この裸のまま接続してみましたが、もちろんやっぱりダメでした。これをもう一度、このハードディスクを使おうと思うと、普通にハードディスクケースなどが売ってるんで、そうして使うか、あとは裸で USB ケーブルに接続する変換ケーブルなども売られてるんで、それで利用するのがいいのかなと思って、そういったことで提案しようかなと思っています。といった感じで、ハードディスクの故障って、内蔵してるハードディスクの故障って本当にハードディスクがおかしかったりしますけど、外付けのハードディスクって意外とハードディスク自体は平気で、その接続部分がおかしくなっていることが多いので、分解してみると意外に普通にデータを取り出したりするので、簡単にデータ取り出せると思うので、ぜひ試してみてください。もし自分でできない方、そして沖縄県内の方、僕に依頼いただければ、こちら対応させていただきますので、そちらもいただければ全然構いません。今回はちょっとハードディスクを分解してデータ救出をしてみました。ということで、もしよかったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。今日もありがとうございました。サワディーカップ。バイバーイ。